コント、整形手術成功したので文句しか言わない人。かっこよすぎだろこれ。かっこよすぎだろ俺の顔。こんななるかっこよく。かっこいい。すごい。いや今までさ、こう自分の顔に自信持てないからさ、自信欲しくてさ、整形したのにこんななるんだ。逆に自信持てないこれ。逆にだってもう女の子とか振り向くでしょ街歩いたら。これ逆に街歩けないもんこれじゃ。イケメンって辛いんだよ正直。でもさイケメンってなんかさ一定数いるじゃん、なんか女子でさ、私あのイケメン無理だからって人いるじゃん。あれ何なんだイケメン無理だからってやつは、ね、イケメンってことは認めてるけど無理って何なん、どういうことなの結局あれ。あとあれもいるよね、なんかあの寿司無理だから人もいるよね、うん、で寿司無理なのって聞いたらさ、いやあのちょっと生魚が食べれなくてとかって言うんだよ、うん、それ生魚が無理なんじゃんそれは。寿司はいけるじゃん、寿司っていっぱいあるんだから種類が、カッパとかあんだいないとか、それはいけるってことだからね。あとあれだよね、なんかの B 型無理だからってやつもいるよね、うん、お金ない人無理だからとかもあったね。あとあの長男無理なんだけど、ね、全部俺それ長男 B 型お金ない全部俺なんだよ、最悪じゃないか本当に。いやどうしようこれ、逆にマジで自信持てないよこれ本当に。なんこんないいもの持って自信持てないって何なのこの感覚。ひつまぶしか俺は。ひつまぶしってね、あのうなぎがあるでしょ、うなぎを使ってるんだよ。うなぎを使ってるにもかかわらず一切うなぎとは言わないんだよあれね。おひつに入ってますってことは何か言ってんだよひつまぶしって。普通だったらねうなぎまぶしでいいんだよ。でもそれをあくまでもいやうなぎとは言いませんけど、まあまあまあおひつに入ってますみたいな感じでやってくんだよ。でだから食べ方もなんかさ4段階あるんだけどさ、なんかこうまずご飯を4等分にして、でまず最初の1個目は普通に食ってくれみたいな、でなんか2個目はなんか薬味とかのっけて食えみたいな、で3個目はなんかお茶漬けにして食えみたいな感じになってんだよ。で最後余った4個目は今やったこの3個の中で一番好きなやつで食えって言ってんだよ。自信持てよ食い方に、自信持ってこうやって食えって言えよ。うなぎなんだからうまいんだから元々の素材が、それをなんかお客さんに委ねてる感じがもう自信ないんだよ。あれ誰考えたひつまぶしってマジで、多分考えたやつがそもそも自信ない人間多分ね、うん、ひつまぶしを多分こんな感じでこうなんか、あ痛いなお師匠なんかあのこれちょっと作ってみたんですけど食べてまたいつか師匠ちょっと、え何これ、えこれうなぎを細かくしてるじゃないこれ。うなぎって普通こう1本でねくれるけど細かくして、これ普通に食えばいいのこれ、うん、食ってみるか、うん、まあ、普通にまあうなぎで美味しいけどね、普通に美味しいけどねってくらいですか、普通に美味しいけどねくらいの話です。ちょっと待って待ってですか、ちょっとこれちょっとこれつけてみてもらいましょう。薬味だ、いや薬味薬味のっけておけばいいのこれ、うん、薬味、うん、別に薬味のっけても別に美味しい、別になくてもいい、全然なくてもいい、なくてもいいですか、なくてもいい、ちょっと待ってください、お茶、お茶をかけてみましょう、お茶、いやいやいいよ、お茶かけなくて、お茶やめて、お茶やめて、うなぎのお茶って気持ち悪いから、やかけんの、うん、まあ、これはこれで別に今ありなんだけど、別にこれはこれでありくらいですか、これはこれだ、これはそんなにじゃあめちゃくちゃうまいみたいな感じでは、いやいやいやうまいよ、元がうまいからうなぎだからね、うまいけど結局これどうやって食ったらいいの、結局最終的にどうやって食ったらいい、なんか好きなようにどうぞ、うん、でやったのかな、牛田節最初の始まりはじゃなきゃおかしいもんねこんなのね、うん、どうしようかな、整形したこと親に言ってねえんだよな、親に言うか整形したことな、一回な、ちょっと LINE してな、 LINE して既読つくの早っ、このお母さんが既読つくの早いのすごい嫌だこれ、お母さんずっと携帯見てる人なんかなと思うじゃん、すごい嫌だよね、なんかこうツイッターとかでこうなんか芸能人の誹謗中傷書いてんのうちのお母さんかもと思うね、こうなんかずっと携帯いじってると思うと、電話だ電話来た、あもしもしお母さん見た、うんそうそうそう、うんそうなんだよ、そうそう本当ね、そうそう、うんそうだよね、やっぱ男前すぎるよねいくらなんでもね、そうなんだよ男前すぎんのよ、だからどうしようかなと思ってさ自信が持てないんだよ、ああまあまあそっか、ああ分かったな、ありがとう、あじゃあまた帰るわ、実家しばらくしたらね、あはいはいはーい、はあでも救われたな、お母さんの言葉に、お母さんがどんな自信持っていきなさいと、
人生なんて死ぬまでのひつまぶしなんだからっつって、暇つぶしなんだからっつって、どうもありがとうございました。